アレクサンダー・デイビッド・ブレグマンは、アメリカ合衆国ニューメキシコ州ベルナリオ軍、アルバカーキ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のヒューストン・アストロズ所属。愛称は、A ブレグ。2010年に16歳の高校2年生ながら、コパブ・パン・アメリカン野球選手権大会の U-16、アメリカ代表に選ばれ、チームは優勝。 自身も MVP に選出された。また、USA ベースボール年間最優秀選手賞を受賞した初の高校生となった。2011年にはジュニアとして打率、678.19本塁打を記録し、ニューメキシコ州のシーズン記録を樹立した。この年は U-16 アメリカ代表に選ばれ、チーム国際野球連盟世界選手権優勝へ導いた。 2012年の MLB ドラフトで、ボストン・レッドソックスから29巡目指名されたが、ルイジアナ州立大学へ進学した。LSU での3年間の大学野球では、2013年には、ベースボールアメリカによりこの年の全米学生新人王に選ばれ、ブルックス・ウォレス賞を受賞した。全米代表にも2回選ばれ、第39回日米。 大学野球選手権大会の一員として来日している。2015年の MLB ドラフトでダンズビースワンソンに次ぐ全体2位でヒューストンアストロズから指名され6月25日に契約金590万ドルで契約。契約後は A 級クアットシキズリバーバンリッツで29試合に出場後7月27日に A 級ランカスタージェットホークスへ昇格。A 級ランカスターでは37試合に出場し、打率319、3本塁打、21打点、8盗塁だった。2016年の開幕前に発表されたベースボールプロスペクトスによるアストロズ内のトッププロスペクトでは1位に、 ベースボールアメリカ史では3位に選出されるなど期待されていたが、スプリングトレーニングでは13試合の出場で打率087だった。AA 級コーパスクリスティフックスで開幕を迎え62試合に出場すると打率297、14本塁打、46打点5盗塁と活躍。テキサスリーグのオールスターゲームに選出された。 6月30日にトリプル A 級フレズのグリズリーズへ昇格。トリプル A 級でも18試合の出場で打率。333、6本塁打、15打点、2盗塁と好調を維持した。この活躍により、USA トゥデ a マイナーリーグ年間最優秀、選手賞を受賞した。7月25日にアストロズとメジャー契約を結び、同日のニューヨークヤンキース戦で6番。 三塁として先発起用されメジャーデビュー。この日は4打数無安打に三振に終わった。昇格後6試合目となった7月31日のデトロイトタイガース戦でようやくメジャー初安打を記録。その後は三塁手のルイス・バルブエナが故障者リスト入りしたため三塁手のレギュラーを獲得。しかしユリエス・キグリエルの加入により9月に入ると出場機会が減少した。 この年は49試合に出場し、打率264.8本塁打34打点だった。翌年の新人王の受賞資格はなくなった。2017年開幕前の1月13日に、自身のツイッターで第4回ワールドベースボール、クラシックのアメリカ代表への参加の意思を表明し、選出された。同大会では、 肖像類種はノーランアレなどだったため出場機会は限られ2試合で打率500であったアメリカは3月22日の決勝戦でプエルトリコを破り初の優勝を果たしたシーズンでは開幕をメジャーで迎え開幕戦に3類種の球団史上最年少記録となる23歳と4日で出場した遊撃種を守ることもあったが肖像類種として 定着157試合に出場し、打率286.19本塁打、71打点17盗塁、オプス827などを記録した。また、初の満塁本塁打を記録したり、球団記録となる10試合連続長打を打つなど、飛躍のシーズンとなった。ポストシーズンでは、全体で打率208と低迷したもののロサンゼルスドジャースとの、 ワールドシリーズでは第5戦にサヨナラヒットを打ち、球団史上初のワールドシリーズ優勝に貢献した。2018年6月27日のトロントブルージェイズ戦で逆転サヨナラ本塁打を記録した。6月2週間 MVP や月間 MVP を獲得するなど前半戦を打率、284.17本塁打、57打点で折り返し、 オールスターゲーム及び本塁打競争に選ばれた。オールスターゲームでは10回表に決勝点となる本塁打を記録し MVP を受賞した。後半戦になるとチームの主軸が相次いで怪我で離脱したためにチームの核となった。またホームラン後のパフォーマンスが話題になるということもあった。9月8日には球団史上最年少となる24歳でのシーズン。 30本塁打を記録した。9月12日には52塁打に到達し、52塁打、30本塁打は MLB 史上初の快挙である。その他にも100打点、100得点と様々な節目の記録に到達した。最終成績は打率、286.31本塁打、103打点であった。成績の理由として、がリーグで2番目に高く、 空振り率がリーグ最小で三振が少ないことが挙げられた。ポストシーズンではオプス1.178の成績を残した。リーグ MVP 投票では5位に入った。2019年3月22日、2024年までの5年、総額1億ドルの契約延長に合意した。1億ドル以上の契約は、ホセ・アルトゥーベ、カルロスリーに次いで、球団史上3人目であった。 1>, 1月に右ひいちの離弾性骨軟骨炎除去手術を受けた影響でスプリングトレーニングに少し遅れて参加した。シーズンでは2年連続でオールスターゲーム及び本塁打競争に選出された。8月に打率404、6本塁打、31打点の成績で月間 MVP を獲得。最終成績は打率296、41本塁打。 112打点、オプス1.015で、119支給は、リーグ1位だった。守備では、カルロス・コレアの離脱により、ユリグディエルとの兼ね合いで、遊撃手として65試合も出場した。ポストシーズンのワールドシリーズ、最初の三戦で1安打と低調だったが、第3戦では、満塁本塁打を含む3安打5打点を記録した。WS での試合打点以上は、 史上25人目で、アリーグの打者では9年の松井秀樹以来10年ぶりのことだった。オフに発表された MVP 投票ではマイク・トラウトに次ぐ2位で、この年に創設されたオール MLB チームでは3塁手部門で、アンソニー・レンドンに次いでセカンドチームを受賞した。ありがとうございます。